ゆみんです。最近投稿した動画でこちらの喉の部分にある甲状腺の病気についてですねお話しした動画があるんですけれども、今日こちらの動画では私のその後の病状を踏まえてですね、病状というか私は自分で病人だと思ってないんですけれども、いろんな検査を受けてその結果が出てきたので、その結果も元にですねお話ししたいと思います。私のこの甲状腺の病気はですね、女性に非常に多い病気だと聞いています。まあ、ウェブ上で調べてもそのような情報であったり、先生に聞いてもですね、病院の先生からもそういったお話で聞いているんですけれども、全く自分は自覚がなかったので、この動画をご覧の女性の皆さんも、そして、自分の彼女に対してですね、こんな症状の疑いが、似たような症状の疑いがあるなと思われる男性の方もですね、ぜひ聞いて参考にしていただければと思います。ない方はですね、もしお時間があれば別の動画で最近アップしたものがありますので、そちらをですね確認していただければと思います。概要欄の方にもリンクを貼っておきます。簡単に言いますと、そちらの動画ではですね、疲れやすかったり、体重の増加であったり、寒気であったり、その他体がだるいというような症状がですね、なかなか治らない、改善しないという方は、それはですね、体質とかその生活習慣が原因ではなくてですね、この甲状腺のホルモンが影響している可能性があるかもしれないですね。いわゆるその病気が潜んでいる可能性がありますので、そういった症状がなかなか改善されないという方はですね、ぜひ病院に行って専門の先生にご相談していただければと思いますが、そういった内容をですね、以前の動画でお話ししていますので、ぜひ参考にしてください。今日の動画では、ここの甲状腺のホルモンが多いとか少ないとかに関係なくてですね、この甲状腺の臓器の中に腫瘍が私はあるんですけれども、この腫瘍ですね、結節とも呼ぶらしいんですけれども、この腫瘍がある方にとってどんなリスクがあるのかということについて話していきたいと思います。まず私はですね、この腫瘍が8個もあります。そしてそのうちほとんどが4ミリの大きさなんですけれども、一つだけ大きくてですね、2センチの腫瘍があります。そしてこの腫瘍が良性なのか悪性なのかわからないので、喉に注射針を刺してその検体を取り出して検査をしたんですね。で、1回目の検査ではどちらか分かりませんでした。そして2回目もう一度検査したんですけれども、その結果からお話ししていきたいと思います。2回目の検査の結果をですね、先週末病院に聞きに行ったんですけれども、なんと2回目でもですね、良性か悪性かはっきりとした判断がつかなかったという結果でした。この検査はですね、すごく辛かったんですけれども、残念な結果といえば残念ですけれども、悪性と確定していないだけまだ良かったのかもしれません。で、この結果を踏まえてですね、お医者様からアドバイスというかおすすめされた内容なんですけれども、これはですね、結果から言いますと、ここにある甲状腺の臓器をですね、全部摘出した方が、リスクが少ない、今後のですね、リスクが少ないから、それをおすすめしますよという話でした。で、私もですね、非常にこの提案にびっくりして、その時ですね、診察室ではもう何とも言えなかったんですけれども、お医者様からの説明はですね、こんな感じでした。甲
今回の2回の検査でですね、この腫瘍が良性なのか悪性なのかは断定はできなかったけれども、3割の可能性で悪性の可能性があるということだったんですね。で、この悪性である可能性がゼロではないので、一部もしくは全てを摘出した方が良いというアドバイスだったんですね。で、その2センチの腫瘍があるのは一つだけなので一部分だけ取り除けばいいと思ったんですけれども、それをお医者様に質問したところ、2センチのものは一つなんですが、その他あと7個がですね、非常にちっちゃい4ミリサイズなんですけれども、たくさんのその腫瘍があるので、他の部分が何かしら悪性に変わったり大きくなったりということを考えると、もう全部取ってしまった方が、心配がないですよねということで、今の段階では悪性とは断言できないけれども、この甲状腺の臓器を全摘出する方が、おすすめですよという説明だったんですね。お医者様からの提案を受けて、私はですね、すぐに手術の申し込みをしたり、前向きに手術を受けるというような判断ができなかったので、一旦は、しばらく考えてくるということで、診察を終えました。そしてこの甲状腺の腫瘍がですね、悪性の場合にはいわゆるがんになるんですけれども、この甲状腺がんというのは比較的ゆっくり進行するタイプのものということなんですね。なので、すぐに手術をしなくても、例えばちょっと前回の動画でもお話ししましたけれども、出産の予定があったりだとか、いろんな仕事の状況であったりだとか、今すぐに手術が受けられないというような理由があればですね、何ヶ月後かであったり、数年後であったり、特に病状が急激に変化しない限りは、後々のプランでも問題ないかなというものなんですね。で、私の状況も今は緊急性はそんなにないということで、一応説明を受けてます。で、もしこの手術をして、この甲状腺の一部もしくは全部を摘出する場合にはですね、デメリットとして、まず手術の跡が残ってしまうんですね。大体甲状腺がこれぐらいの大きさということなので、これぐらいは切っちゃうということなんですね。メスを入れてその切った跡が残ってしまいますよということでした。そしてこの甲状腺がなくなってしまった場合ですね、半分なくなった場合には残り半分あるので、その半分の甲状腺でですね、また免疫ホルモンを作ることができるんですけれども、全部取ってしまうとその免疫力を助けるホルモンが作れないので、もうそれはですね、ずっと生涯薬を基本的には飲み続ける必要があるということなんですね。ですが一応薬でなんとかなるという病気らしいです。そして全摘出したとしても、その後の妊娠というのもですね、できるようです。この妊娠についてはちょっと自分でウェブで調べた情報なので、直接先生に質問して聞いた答えではないんですけれども、そういうことらしいんですね。今後私はですね、どうしていくかということなんですけれども、例えば手術をですね、今すぐに予約したとしても最低でも3ヶ月待つと言われました。これはその後の状況によって変わると思うので、後々予約をしたらですね、もしかすると半年待ちとかあるかもしれないんですけれども、現時点ではですね、早く手術をしたいと思ったとしても、緊急性がない限りは、順番通り3ヶ月ちゃんと待って、その後手術を受けるという状況になりそうです。なので、ちょっと猶予があるといえば猶予があるんですけれども、ちょっとですね、やはり体にメスを入れるというのは非常に怖いので、さすがにですね、私もちょっとセカンドオピニオンを考えた方がいいのかなとちょっと今思っているところなんですね。お医者様のお話では、今の状況であれば緊急性が高くもないですし、比
較的進行が遅いという形なので、例えばこれからですね、結婚して子供を産んでそこから落ち着いて手術をしたとしても問題ないということだったんですね。まあ、つまり数年後の適切であってもそれは問題ないかなというお話だったので、今はですね、もうしばらく考えてみようかなというのが正直なところです。もし手術をした場合なんですけれども、その後ですね、うまく声を出せるようになるまでに、まあ、1ヶ月かかる人だったり数ヶ月かかる人がいるらしいんですね。これは声がかすれたりするらしいんですけれども、そういったことを考えると、今私はですね、本業として喋る仕事をしているんですね。今 YouTube はこれは本業ではないので、まあ、ここでも喋ってはいますけれども、メインの仕事の方はですね、トレーナーということで人にレクチャーをするお仕事をしているので、基本的には喋るんですね。一日に数時間ずっと喋り続けるようなお仕事をしているので、かなり喋る仕事に影響が出てしまうと思っています。なのでやはりもう仕事のことを考えても、この手術をするというタイミングはですね、よく考えないといけないなと思いました。で、今年はですね、いろいろと趣味の方でもですね、趣味はまあダンスになるんですけれども、趣味の方でもいろいろとですね、お誘いを受けていて、イベントに出る予定が実はいくつかあったりですとか、あとは別の動画でお伝えしようと思っていたんですけれども、ダンススタジオの今レッスンのサポートをしているんですけれども、もしかするとそこでクラスを持つということになるかもしれないですし、もちろんこの YouTube でもですね、ポールダンスについていろんなお話をしたりだとか、皆さんにトリックをレクチャーしたりですとか、いろいろ喋ってお伝えしたいことってたくさんあるので、ちょっと今すぐ手術を受けてしまうとですね、いろいろとやりたいこととか仕事に影響が出てくるなと感じていますので、まあ、なるべくですね、ここにある腫瘍が暴れないように願いながら、もうちょっと様子を見たいなと考えています。の動画でもお話ししたんですけれども、今回このような甲状腺に関する病気がですね、発覚したのは全く別の検診でですね、血液検査の中である数値が目立っていたので、そこで発覚したんですね。それまでは私は全く自覚症状もなかったですし、そんな病気であるとかそんな疑いを持ったことも全くなかったですし、喉に例えば腫れを感じたりしこりがあるなと気づいたり、そういったこともなかったんですね。今でもしこりはよくわからないんですけれども、普通にこの甲状腺が、まあ、なんか硬いなとか何か感じるなということも今触っても感じないんですけれども、まあ、そんな状況でですね、まずは橋本病が発覚し、それに引き続きこの腫瘍がなんと2センチのものまであるということまで発覚して、でさらに、その結果をもとにですね、甲状腺を全部摘出した方がいいというような話まで、もう一気にですね話が展開していて、自分もですねびっくりしているんですけれども、皆さんにこの動画を通してお伝えしたいのは、何度も言うようなんですけれども、皆さんもですね、知らないうちに病気が進行しているということも、まあ、この甲状腺に限らずなんですけれどもあるかもしれませんので、本当にそういった検診の機会があればですね、ぜひちゃんと体を全部チェックして、何か病気が潜んでないかですとか、何か気になることがないかなというようなことで自分の体をですね見直す機会を設けていただければと思います。この甲状腺がうまく機能してなくて、免疫力のホルモンがですねちゃんとうまく出せてないという方はですね、やはり免疫力が下がっていて、今流行っているコロナとかもですね非常に気をつけないといけないと思うんですね。で、私はですね、まあ、最近そのホルモンの量が少ないということで、
免疫力が低いということが分かったんですけれども、このチラージンという薬をちゃんと毎日一つずつ飲むことで、最近はですねこれを飲み続けて1ヶ月超えたぐらいですかね、1ヶ月2ヶ月目ぐらいにはなるんですけれども、最近の検査結果では血液を取って結果を見てもらったところ、そのホルモンがですねちゃんと正常値以上に上がってきたことが分かりました。それでこれはですね薬をやめてしまうとそのホルモンもまた減ってくるそうなので、今このチラージンという薬がですねちょっと多めの量だったんですが、少なめの量ですねに変えて、半分ぐらいの量ですかね、こちらに変えて試すことになりましたので、また引き続きこの薬を飲んで免疫力が下がらないようにキープして、コロナにもですね負けないようにしていきたいと思うんですけれども、一応ですねこういった形で知らないうちにですね免疫力が下がっている方って中にはやはりたくさんいらっしゃる可能性もあると思うんですね。それはですね薬でちゃんと解決して、もう1ヶ月ぐらいちゃんと飲み続ければ免疫力も上がってくるということが私も実感できましたので、数字でちゃんと確認できましたので、ちょっとそういった症状が心配だなという方はぜひお医者様にですね相談してみていただければと思います。この甲状腺の病気なんですけれども、最近発覚しましたが、今後ですね長い付き合いになっていくと思います。とは言っても私はもう普段は元気いっぱいでですね、やはり大好きなポールダンスであったりボディメイキングであったり、いろんなスポーツも好きなので、いろんなことにチャレンジしながらこの病気とですねうまく付き合っていきたいと思います。このチャンネルではですね主にポールダンスやボディ作りのことについても発信していきますが、合わせてですねこの甲状腺とうまく付き合っていっている様子についても時々動画でアップできればと思いますので、気になる方はですねぜひこちらの甲状腺について話している動画も参考にしていただければと思います。いかがだったでしょうか。今日の動画が面白かった、もしくは非常に参考になったという方はぜひいいねを押していただいて高評価をつけていただければと思います。ではまた他の動画でお会いしましょう。